Thank you.
れで倒しちゃうよ。頑張らないと。これでも食らえ。クマさん、どうするの？とどめの一撃。やった。相手にならなかった。綺麗な花畑。このゾーンが一番好き。好きな感情が暴走することもある。なんか不思議ね。お願いね。
発射大丈夫お疲れおっともうThank you.
ちょっと来て。ユズ、どうしたの？いいから。どうしたんだろう。まだ話してくれない。ユズとライムには二人なりの事情がある。それはわかる。わかるけど。いや、待つって決めたんだから。二人を信じよう。どうするの？このまま最後まで黙っているつもり？早く言わないと。わかってる。でも二体ともすぐ近くまで迫ってるのはライムも感じてるでしょ。残された時間もあと少し。もう一度ライムたちも覚悟を決める時だね。あ、もう最後の時は近づいてる。あと二体。ねえ、香織、やっぱりもう一度一緒に陸上やろうよ。へえ、だって私忙しいし。そんなこと言って、いつもスマホで遊んでるだけじゃない。それに今日はこれから人と会う用事があんの。人と？まさかネット上でっていうオチじゃないよね。違うよ、オフ会があるんだって。オフ会って何？ネットの知り合いとリアルで会うの。え、大丈夫なのそれ？大丈夫、あっちも女の子だから。じゃあ行くわ。え、あ、ちょっと、もう本当に大丈夫なのかな。心配いらないんじゃない？そんな危険なことなんてそうそう起こるもんじゃないでしょ。うわ、ゆずちゃん、それはそうだけど。大丈夫大丈夫、普通そんなトラブルなんて起こらないって。普通って言うな。あ、リカチ、どうしたの？普通という言葉につい反応してしまった。そうなんだ。昔から普通普通って言われ続けてるからつい。大丈夫なのかな。まあそれはともかくとして、そこまで心配することないんじゃないかな。まだお昼で、相手も女の子だって話だし。いやいや、わかんないよ。アコ、どういうこと？ネットって寝かま率高いし、中身がおっさんってことも多いんだよ。そうなの？まあ一般論だけど。確かに最近増えてきてるって話は聞くわね。やっぱり私、香織を連れ戻してくる。あ、ちょっと。行っちゃった。大丈夫かな。大丈夫じゃない。私もああは言ったけど、実際問題そうそうそんな事件なんか起きないって。だといいんだけど。何かするかな。いい加減話してってば。
ここまで来れば大丈夫ね。リカチ、カオリ、もしかして、やっぱり男の人だったみたいで、囲まれて襲われてたから一緒に逃げてきたの。そうだったんだ。大丈夫カオリ？違う。え？確かに男だったけど、別に襲われたりはしてなかったってば。そうなの？そうだよ、寝かまで男だったけど、別に無理やり連れてかれたりはしてない。普通にファミレスに行くとこだっただけだし。じゃあ行ってよ。言う前に連れてきたんでしょ？ごめん。まあまあ、何もなかったんならよかったじゃん。二人とも無事でよかったよ。ねえ。うん、そうだね。まあ、いいけどさ。それにしても、リカ、あんた早くなったね。私を引っ張りながら、あんな速さで走るなんて。スタミナもついたみたいだし。え？そう？だって毎日走ってるからね。そっか、リカ。こんな早く、私より早くなってるなんて。香織？香織、急にどうしたの？ひなちゃん、ひとまず行こう。うん。これは…いつも以上に感情が複雑そうね。けど、この中のどこかにあるはずだよ。行こう、ひなちゃん。うん。楽勝だね。
しよう。これなら大丈夫そうだね。どうしよう。必殺のー頑張らないと。これで決める。お願いね。理科の方が全然遅かった。うん、中学を卒業する頃になっても私の方が早かった。だけど私は陸上をやめた。これ以上頑張っても乗り越えられない壁が見えたから。だけど理科は違った。たとえ勝てなくてもバカみたいに続けて楽しそうで、それがなんだか。香り、なんかわかる気がする。私もこの間サラサが踊っているのを見たとき、そんな気持ちだった。サラサは私がもう二度と手に入れられないものを持っていたから、その姿が羨ましかった。自分にはもうできないんだって改めて考えさせられて、すごく怖かった。でも今は、ひなちゃん大丈夫そう？うん、戻って二人と話そう。そうだね。どうしたの？そんな嬉しそうにして。ううん、ひなちゃんの成長を感じてただけ。そう。うん、それにすごくいい表情してる。確かにそうかも。もういいから戻ろう。はーい。香織、大丈夫？うん、ありがとう。ううん、少し分かったから、香織の気持ち。香織、
大丈夫だよ。あの鈍足だったリカが私より速くなってて、少し複雑な気持ちだっただけ。香り、私が速くなれたのはね、香りのおかげなんだよ。え？もともと香りが誘ってくれて、いろいろ教えてくれたから今もこうして続けてられる。私は。それに、それだけじゃないんだよ。香り覚えてる？中学でタイムが伸び悩んでいた私に香りが言ってくれたこと。え？なんだったっけ？あんたが遅いのは体重が落とせてないからだって。いくら部活で走っても終わった後にそれだけお菓子を食べてたら意味ないだろうって。さすがにあれはちょっと傷ついたな。ごめんいいっていいって。確かにあの時の私は食事のバランスとか全然気にしてなかったし、多分他のみんなも同じこと思ってたんだろうけど、はっきり言ってくれたのは香りだけだった。そのことが私嬉しかったの。だから私もはっきり言うね、今の香りは見てられない。まだ陸上に未練があるんでしょ？走りたいんでしょ？香りを見てればそれくらいわかるよ。だったらもう一度一緒に陸上やろうよ、リカ。それにやっぱり香りがいないの寂しいよ。別にリカは一人じゃない、他の仲間もいるでしょ。だけど、まあでもありがとう。考えとく。うん、約束だよ。素直じゃないな。うっさい。もう大丈夫だね。うん、ああやってはっきりと思っていることを言い合えるのが上辺だけじゃない本当の友達なのかもしれないね。うん、ゆずたちもひなちゃんと本当の友達になりたいよ。そうだね。二人ともありがとね。ひなちゃんもお疲れ様。うん。どうしたの、ひなちゃん。香りが羨ましいって思っただけ。私はもう踊れないから。ひなちゃん。でもね、今はもう大丈夫。バレエを踊れなくなったけど、それだけが人生じゃない。こうしてみんなとユズとライムと友達になれた。それは今の私にとって何よりも大切なことだと思うから。ひなちゃん。うん、そうだね。急いで準備しないと。